皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。野球のない金曜日でございました。ただ金曜日でも今日お休み、文化の日、なんか今日金曜日って感じしないのね、世間がお休みだから。で、今日は野球がございませんでした。オリックスさんの試合、心穏やかに皆さんお過ごしになりましたかね。まあ昨日の悔しい負け、まあ一昨日も悔しいしね、まあその直後だけに、まあ簡単には心穏やかにという感じではありませんでしょうけれどもね。まあでも明日ですよね、明日勝って日曜日もゲームしましょうというところ状況ですね。で、今日僕はオリックスさんのゲームがないんで、何をしていたかというと、まあ、結局野球から離れることはできませんでした。今日舞島に行ってきて、もうオリックスさんのゾーンですからね。で、舞島のシティシンキンスタジアムで秋の高校野球近畿大会、これの成績で、まあ、選抜出場が決まるみたいな感じの大会なのね。で、その準決勝の2試合を今日喋ってきて、で明日は京セラに行く前にお昼過ぎから、その舞島で僕は実況を決勝戦喋って、明日大阪桐蔭対京都外大西というね、対戦決勝になりましたが、これを喋ってから京セラに向かうということで、まあ明日ですから舞島から京セラ、いずれもオリックスさんのエリアでございます。で、あの辺の舞島の駐車場もいっぱいなんで、今日は生徒館、寮長にお願いして、生徒館の駐車場の一角一番端っこに車を止めさせてもらって、明日も駐車をお願いしてまいりました。さあね、オリックスさん、今日もね、だから野球は野球なんだけども、オリックスさんの感じから今日は少しこう離れようかなと思ってたの、お前も気持ち切り替えるためにね。で、そうするとさ、第一試合の、あれは大阪桐蔭対京都国際の試合、今日準決勝最初の試合、三塁側京都国際のスタンドからチャンスになるとバファーエールがかかるのよ。なんかあれはあれで嬉しかったね。いつもはね、あのオリックスの、ゲーム球場で、皆さんが歌ってくださる、いい歌なんだけども、あれがね、三塁側京都国際のスタンドから流れてくるのよ。おお、いい感じだなと思ったら、次の瞬間はタイガースのチャンステーマがかかってきました。うわー、もうこれもこの前、僕が2000火曜水曜甲子園って、あのもうチャンステーマ、もう本当にもうね、耳に残ってましたけども、なんか、今日はオリックス阪神をちょっとこう忘れようかなと思う感じの日だったのに、今日はそう、高校野球の応援スタンドから、そんな曲が流れたりした、バファーエール、喜んでいたらタイガースのチャンステーマも流れてきました、まあ、そんな状況でございましたが、さあ明日はそうですね、第6戦、2勝3敗、オリックスさんは王手をかけられて、まあ、土俵際に、まあ、追い込まれました。徳田原に足がかかっています。さあこの状況から、さあ土俵中央まで戻すかどうかという、まあ、そんな、明日はゲームになりますね。山本由伸投手が先発ということを発表されました。初戦第1戦と同じ顔合わせ、山本村上のマッチアップということになるんですが、まあ、前回はね、村上投手にオリックス、封じ込められましたので、まずは打線が、なんとか、奮起してほしいと思うわけでありますよ。で、由伸君もこう味方が点を取るまでなんとか我慢してほしいという感じではあるんだね。まあ、前回も序盤は、まあ、本当にもう投手戦で、中盤ね、佐藤輝明選手の盗塁からなんかこう流れが変わってしまったんだけども、さあ明日はどうなるのか。で、ここまではね、まあ、当然3勝2敗でタイガースが、1つ、勝ちが先行しております、王手をかけていますんで、まあ、チームのスタッツを見るとやっぱりこう防御率もオリックスさんはここまでは4点台このシリーズね。で、阪神は2点台ということで、まあ、ここでも差はついていますし、チーム打率も、オリックスよりもタイガースの方がいいということですね。まあ、ヒットの数はあまり変わらないんだけども、タイガースはやや多いという感じなんだけども、やっぱりこうタイガースのここ一番での集中力というのは、第3戦も勝ったんだけども、今日4点差から3点返すという攻撃もありましたし、で、昨日の8回の攻撃もなかなかすごいものがあった。だから、まあ、そこは警戒しないといけないんだけれどもね、人を打たれても連打許さないようにということを、第2戦投げた宮城投手も、第3戦投げた東投手も話していたんで、まあ、とにかく、まあ、ヒットを打たれても連打を、まあ、許さないということが、まあ、大事になってくるんだろうけど、まあ、口で言うのは簡単なんだけどもね、そう簡単にいきませんが、まあ、そこをなんとか、
打線を、まあ、線として機能させないようにしないといけないっていうのと、まあ、オリックスが逆にここまではなかなかその打線が線として、機能しきれていないということも、怪我人も多いというところもあるし、足を痛めている頓宮君ってこの前出てくれたラオウ選手もそうなんだけども、やっぱり万全じゃないよね。だからまあそこでなかなか塁に出ても機動力が使えないしというところのデメリットもあるし、難しいところはあるんだけども、その中でオリックスは懸命に戦ってますよ。昨日もね、まあこの一発は本当に素晴らしかったし、田島君のピッチングも素晴らしかったしというところで、いいところたくさんあるんだよね。だからまあそこで、まあ、なんとかホームに帰ってくるんで、もちろん京セラ行ってもタイガースの応援はすごいんだけども、でもあの甲子園のムードではない、明らかに、若干ではあるけれどもオリックスファンの方が絶対多いしね、京セラでは。だからそこはなんとか応援の力もバックにね、頑張ってほしいなと思うんで、まあ、今シーズン、山本投手が、まあ、分かんないよ、先発ではおそらく最後なんでね、今日まあ一部新聞にはスクランブル登板もある、ね、7戦まで持ち込まれれば、途中からでも行くんじゃないかみたいな、そんな記事も載っていましたが、まあ、それはどうか分かりませんけれども、先発、普通に考えれば、今シーズンのラスト登板になるはずですよね。で、まあ、前回、初戦投げた後に、沢村賞が発表されまして、3年連続の受賞になりました。ですから、まあ、受賞が決まって初の登板ということになるんでね、やっぱり本人もかなりこの気持ちの入ったピッチングになってくるし、やっぱりここでエースが俺がという気持ちは絶対強いと思うんで、さあ残るピッチャーはオリックスは山本、宮城という両先発が残っています。まずは山本投手で第7戦まで持ち込んで宮城で勝負というところまで持っていければというシナリオをね、僕らファンは描いてはいるんだけども、でまあ、昨日ね、まあ、本当、ショックの大きな敗戦で、かなりファンの皆さんも僕のこの、カズチューブご覧になっている方もそうだし、この X のフォロワーの方もそうなんだけど、かなりこうショックを、受けていて、なかなか立ち直ることはできませんみたいなコメントもたくさん頂戴したんだけども、まあ、それでもみんなはね、そうは言ってもやっぱり明日に向かってみんな気持ちはもう向いてるはずなんでね、とにかく明日、スタンドの方も、あるいはこうテレビ、ネット、ラジオで、応援の方もとにかくオリックスに大きな、声援を送ってください、ね。まあ、昨日負けて苦しくなったことは事実、大手をかけたのはタイガース、でも明日勝てばオリックスも逆大手をかけることができる、そうなればまた全くの五分になってくる。さあこの土俵際、追い込まれたところから土俵中央まで持っていくことができるかというね、明日重要なゲームなんだけど、まずは由伸君のピッチング、まあ、それをもう本当に期待したいのと、あとはやっぱりこうある程度ね、点を取ってなんか勢いをつけたいなという感じがしますね。まあ本当にこの2戦、第4戦5戦というところを見てると、タイガースの、まあ、勝負強さ、なんていうのかな、もうめちゃめちゃ打たれたっていう感じはないのね、オリックスさんも。だからもう本当に集中だ、一昨日は9回、まあそこはフォアボールも絡んでるんだけども、で昨日は8回の集中だというところで、まあ、一気にねこう攻撃に勢いをつけてくるタイガースの勢いを感じていますけれども、まあ、そこは場所も変わって舞台も変わってというところ、ユニフォームも変わります、なんか球場のムードも変わります。その中でオリックスがどんな戦いを見せるのかということですね。まあ、とにかく、もう目の前の戦いは迫っておりますから、いつまでも下を向いていることはできません。僕らも前を見て現実を直視しながら、今シーズンの、まあ、総決算ですね、それを京セラで見ることができる幸せって、あると思いません。もうよその球団は秋季キャンプやってますよ。でオリックスも数年前まではこの時期はそんな感じでした。ところがこのもう11月に入っても野球ができているというね、3年続けて一番長く、日本プロ野球でゲームができているチーム、真剣勝負ができているチームです。ですからペナントレース143試合、そしてその後のクライマックス4試合、そして明日日本シリーズの第6戦を迎えるということになっていますからね、ここまで152試合戦ってきてるんですよ、オリックスはね、真剣勝負を、まあですからここでもう一つ最後、もう一つゲームしません、152試合目でしょ、153試合目をしましょうよという感じになっていました。154試合目か、
ということで、まあ、とにかく最後ね、頑張ってもらいましょうと思いませんかね、というわけで今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。まあ、本当この時期までねこうやって野球でなんか夢中になれるっていうのはそうないんだから、12球団2球団しかない、そうでしょ、そんな幸せを感じながら、一生懸命チームに感謝もしながら応援していきたいと思うんで、明日もっと悔いのないような試合を期待したいし、そんなゲームを見ていきたいと思います。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。お前は明日、さっきも申し上げましたが、昼間、午後1時開始の秋の近畿高校野球決勝戦、大阪桐蔭対京都外大日戦を喋って、その後京セラに向かってということになります。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。頑張れオリックスね、まあ、意地を見たいな。由伸君よろしくお願いします。打線も援護頼ますよ本当にね。